優しい。どうぞ。いやもう一時帰宅で来て、うん、でまた病院に戻ってきます。でその時に持ち物検査があって、うん、で一つ一つこう確認をして、うんうん、で大丈夫ですと、うんうんうん、って言ってまた病室に入るんですけど、はい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 、実は、はい、そのお酒の依存症の人たちは、うん、その船体とか、はいはいはい、船舶の容器の中にお酒を入れてるわけです、うん、それどう入れてるんですか、うん、そのなんかだってプシッジャバ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 みたいな、ちゃんとこう洗って、うん、その中に洗ってってなんですかこれ。だからそのえ何でもですその、うん、船舶とか、はい、船体とかの容器をきれいに洗って、うん、お酒を入れて持ってきてるわけです。きれいに洗っての手の動き不自然じゃないですかこんなんすか洗って、うん、はい、そのくらい飲みたいんですよね。どうやって入れるんですか、そのどのタイミングで入れるんですかそれは。どの、いや俺はうつだったからわかんないけど、その人たちはそのくらいしても飲みたいっていう。やばっ。でも結果バレないんですか、その匂いとかで。どうなんでしょうね。だからバレたら、うん、そのあれですよ、感冒に入れられるみたいな。怖そんな感じなんですね。そうそうそう。じゃあもう、でもどうやったらそれがうまくいくんだろうな。それが見えんわ。それが話したかったことですか。そうそうそう、そのくらい、うん、すごい依存症の方だったわ。やば。いやでも、依存症ってそういうことですよね。でもその持ち物検査でそう確認された時にバレてないんですよね。まあでもこうやってね、匂いとか嗅ぐのかもしれないですけどね。どう持ち込んでたんだろう。なっちゃんはそこら辺はどう分析ですか。分析。依存症ってやっぱどれも共通してると思うんですよ、うん、そのギャンブルとかも共通してるということです難しい。私二言ぐらいしか喋ってない。